はい、はい、じゃあ次はポイントメイクやっていきたいと思います。はい、森谷くんは？僕はね、眉毛の形違ったりするからちょっと、お、そうなんですね、うん、アイブロウスティックっていうこの眉毛のやつをちょっと挑戦してみたいなと思います、はいはい、僕はじゃあこの4番っていうやつで、じゃあ僕はね、アイシャドウ、アイシャドウ挑戦の意味も、そう、やったことないもんね。もちろんもちろん。で僕はね、3番これやります。どうぞやっていきましょう。はい、はい、僕がつけてるのはね、うん、アイシェードトランスの3番なんですよ。3番塗りやすいですね、結構。あ、ほんと慣れないもんだけど、でもこういう、お、馴染んでるね。てか彫りが深くなるね、すごい。ちゃんと見せてあげないと、みんな見たいから、森の。そう、もっと、まあ、いいんじゃない、こんな感じかね、はい、じゃあ次はまあ最後ってことだから、うん、リップ、はい、塗ってこようかね、塗ってみようかね、うん、僕らいつもその無色のやつしか使わないからさ、うん、こういう色付きのやつ、はいはい、使ってみようかね。やってみますか。何色使う？この青、青と黒と赤あるけど、黒どうなんのかね。そうだ、でも挑戦よ。そうね、はい、アイシャドウに続き、このじゃあ僕はこの唇の色を足すためにピンクのこのリップディフェンスっていう3番、うん、はい、これは黒ですね、使っていこうかな。はい、あ、でもすっごいナチュラルかも。あ、もういいね、うん、ピンクだけど全然塗った感じはもうあまり変わらず、でも発色は良くなってるから、どう、良くない？あ、なんていうの、俺の言い方が合ってるか分かんないけど、コクが出る。コクが出る？いや、分からない、言い方が合ってないかもしれないけど、なんていうの、深みが出る。あ、そう、深みよ、深みが出てる。どうですか、グッと引き締まる印象はあるね、うん、で真っ黒、全然黒から真っ黒になるかと思ったら全然真っ黒にならないよね。僕は好きな感じでしたね、うん、森谷くんもいいんじゃないですか、血色が、血色がね、うん、上がるね。はい、ということでね、今日は 5ism by 3、はい、使っていきましたけど、はい、すごい面白いね。いや、本当に面白かったですね、いろいろありましたけど、ね、今日使わなかった商品っていうのもいっぱいありますけど、はい、メンズコスメっていうのもこういう風にいっぱい出てきてるわけですから、はい、これから皆さんにも楽しんでいただけたらなと思いますよね。思いますね、はい、ということで今回は 5ism by 3使っていきました。次回またお会いしましょう。お会いしましょう。またね、ありがとうございました。